Hello YouTube!、えー、ということで、えー、今日はですね、ミセスグリーンアップルまあ非常にですね、今、えー、人気急上昇中のグループですけれども、こちらの方の新曲、コロンブスを えー、が、もう大炎上しているということでですね、こちらについて解説をしたいと思います。えー、こちらですね、コカ・コーラの、コカ・コーラ社のですね、CM ソングですかね、こちらの方にも起用されているということで、えー、この内容に関してですね、まあ、内容に関して言うとですね、えー、アメリカ新大陸を発見したコロンブスが、えー、は、類人園ですね、えー、類人園の人たちがですね、えー 馬馬ををなんかか車を操ってるとかです、ね、まあ、要はアメリカのネイティブアメリカンの人たちですね。まあ、かつてインディアンと呼ばれた人たちなんですけれども、こちらの方を類人扱いしてる、まあ、猿扱いしてるということがですね、まあ、これはさすがにまずいだろうみたいな。まあ、あの、本当日本のローカル企業が日本のローカル企業向けにですね、 広告とかだったらまだですね、ま,あ、まだわか、わかるとか、わからないとかってレベルルじゃないんだけれども、グローバル企業であるですね、コカ・コーラ社が、そもそもこれがコンプラチェック社内で通ってたっていうのが、ちょっとにわかに信じがたいというかですね、完全にこれは、あの、もうアメリカでやったら完全にアウトのですね、超差別なわけですけれども、これがですね、いろんな人たちのチェックをすり抜けてですね、 なんと日本のテレビ局でもですね、各社、ほとんどキー局でですね、情報番組で扱って、新しいミュージックビデオということでですね、賞賛されてたというような事実があるわけですけれども、まあ多分、違和感を抱いたりとか変だなと思った人はいると思うんですけど、まあ、直接的な利害関係者でないマスコミだったりとか、周りの人たちは、まあ別に、まあ、こんなのありなんだとかって思ってなって、 たんだとと思いまますけど cm の、ね、関係者とかがあのー、かつて、ただ、その、CM とかに関して言うと、確かにチェックがざるだったり、イケイケなやつとかがいたりとかして、まあそういうことがなきにしもあらずかなっていうふうに僕思うんですよね。以前、15年ぐらい前かな、もうちょっと最近は13、4年前かな、あの、ソフトバンクのお父さん犬の CM に僕出たんですよ。 ま、出たの知らないと思いますけど、それはその当、当然で、オンエアされてないですよね。で、それ、あの、電通から来たんですけど、オファーはね。で、ソフトバンクさんも OK ですと。で、お礼さんが出ること OK です。お父さん系の CM で、マツコデラックスとか出た時だと思うんだけど、マツコデラックスと共演したり、お父さん系のファミリー、あの、なんかも全員多分僕、あの、一緒にロケを。 ししたりととかかてお母さんとかですねあの息子とかですねあいつら全員いてであの撮影もして多分2本撮ったんですよ。で1本目はもうカンパケになって僕どっかに DVD 持ってんですけどどっかに散逸してしまってるんですがカンパケの動画になって CM15 秒バージョン 30, 分30秒バージョンとかあるんですけど。 で、ソフトバンクも OK、電通も OK だからって、俺、以前にフジテレビできんだから俺、あの、CM とか流せないと思うフジテレビって言ったら、大丈夫ですとかって、電通の人が豪語する頃、上位よ。でも、オンエアできなくてもギャラちょうだいねんっつって、500万ぐらいもらったんですけど、なんか、お蔵入りになりました。なんか、フジテレビがダメだ。 みたいなフジテレビの交差通りませんでしたみたいな「やっぱりじゃん」みたいな「せっかく撮ったのに」みたいな「まあ金もらったからいいけど」みたいななんかそういうような感じで CM の担当者がたまにいい加減なやつで社内チェックとかあのスススルスルスルっっててすり抜けてしまったのかなっていう、えー、感じはします多分ミセスグリーンアップルの人は多分そんなこと全く意識してないのかな。 なんか世の中の意見的に言ったらそれぐらい,いやあの認識しろよみたいな歴史勉強しろよとかっていうやつもいますけどまあ音楽ばっかりやってきたんだからさなかなかそ,そこまでいかないよね、えー、みたいなところあるけどやっぱ後人になったらそれぐらいは認識すべきだよとかってね左寄りの人なんか言っちゃったりとかするんだろうけどまああのねこれの件をね教訓にして、まあ、こういったこと二度とないようにね、えー 反省をして次に行けばいいんじゃないかなっていう風に思いますなんかね MV のせいでですね新しいいい曲がですねお蔵、えー、入りになっちゃったりとかするのは非常に残念なことですけど周りの大人たちがですねちゃんとフォローしてあげれるべきなんじゃないかなという風うに思ったニュースでしたということで今日はこの辺で終わりたいと思いますってっいっとらしょいドコモ AU ソフトバンクどれでもつながるポリエの Wi-Fi 対韓国アルバニア どこでもつながる堀江貴文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しておりますえ皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください月額880円いってらっしゃいインターステラテクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております